僕たちはですね、群馬と栃木ですね、をメインに活動させてもらっています。今日は佐野市のイベントということで、いつもね参加させていただいてるんですけれども、また新しいステージが増えましてですね、非常に嬉しく思っております。はい、すいません、ちょっと初めまた声が出ないんですけど、いつもはですね、佐野市の文化会館の方で2回ほど出させていただきまして、今日もええやってこのステージに立たせていただいてるわけなんですが、今日ね、私たちメンバーが集まった時にですね、着きましたっていうラインがメンバーの一人から来たんですけど、誰もいないっていう続きまして、一人場所を間違えて集合した人がいるんですけど、キャッシュ一番乗りだと思ったら誰もいなかったんですよ。佐野市の文化会館、いつもの場所に行っちゃったということで、まあ間に合ってよかったんですが、散々フライヤーをこう巻いてるねまあ場所を間違えるくらいこのイベントに出させていただいてということで、本当にいつもありがとうございます。ちょっとね、あちこち走らせてもらってすいません、邪魔して。すいません、照明さんも照らしていただいてありがとうございます。見えねえじゃねえかって先に謝ってきます。じゃあよろしいですか。いいですか。では、あがめよ暴風の神。
動しているというふうにお話しさせていただいたんですが、次回ライブが決まっておりまして、5月の14日、下野の道の駅でライブをさせていただけることになりました。もうお時間ある方、ぜひよろしくお願いいたします。はい。はい。佐野の皆さん、まだまだいけますか？イエーイ！イエーイ！はい。じゃあ、あと2曲なんですが、思いっきり全開で楽しんでいきますので、皆さんもどうぞ一緒に楽しんでください。さて、いきます。次の曲。うわー、いいな。